5, 4, 3, 2, 1, オス極真会館埼玉南支部支部長の鈴木雄三です。今日は極真空手の組手の中においても使用頻度の高い下突きについて説明をしていきます。下突きはボクシングなどではボディと表現されるような突きの動作なんですけども、ボクシングやキックボクシングのように手にグローブをはめてやる打ち方と極真空手においての素手の打ち方においては少し違いがあります。その違いを把握しながら正しい下突き、強い下突きの打ち方を皆さんとシェアしたいと思います。まずやってみます。このような形が下突きの打ち方です。僕は左足前で構えますけども、前の手で打つ下突きと後ろの手で打つ下突きは打ち方が少し異なります。なので前の手と後ろの手を分けて説明をしていきましょう。まず後ろの手の下突きの打ち方を説明していきます。後ろの手で打つ下突きは比較的簡単です。体の使い方は右のストレート、右の逆突きとほぼ同じです。前足を踏みつけ、体の回転を使い、後ろの足は股関節を内側にねじ込む股関節内旋の動きを使ってあげます。手はガードの位置からこう描く、相手のボディに対して突きを放っていきます。よくある質問は、打った時に手は縦剣で打ったらいいんですか、手首を返して打ったらいいんですか、こういった質問をよく受けるんですけども、どちらでも構わないと思います。僕自身は縦剣で打った方が打ちやすいのでこっちでやっていますけども、人によっては横にグンと手首を返してあげた方が打ちやすい人もいると思います。ただ個人的にはロングで相手が少し遠くにいる時に手首をグーッと返して打とうとするとあまり距離が作れないので、近い距離でも遠い距離でも打てる縦剣の方が個人的にはいいかなと思います。そして相手の構えに対しても、少し打ち方は変わってきます。相手がオーソドックスの時は、相手がいると想定したらここにガードがあります。そのガードの内側を縫うように直線的に手は出していきましょう。斜め下からガーンと振り回してしまうと相手の肘の位置に拳が当たってしまって自分の拳を痛めてしまうので、この前の手に当たらないように狙うべきはここです。肘の内側を直線的に打ち抜いていきましょう。もしくは自分がサウスポーで相手がオーソドックスだった場合は、後ろの手を打つ時も斜めから、相手の体に対して斜めから、サウスポーの相手に対して相手の体に対して斜めから打ち込んでいった方が当てやすいということもあるので、その時その時の状況を見極めてこの手の打ち方、直線的に打つのか斜めから引っ掛けるように打つのかというのは変化させてあげてください。そして下突きを打つ時にやってはいけない点を3つ紹介します。1つは打つ時に二挙動に分かれて突きを放ってしまうことです。手を一度下ろしてから突き刺す。この形は相手に動作がバレやすいのでやらないようにしましょう。イメージは一筆書きです。手で角張った形を作らず、一筆書きで相手のボディに拳が向かうように打ってみてください。二つ目の気をつける点はバックスイングしすぎないことです。構えを作った位置からあまり手を後ろに引きすぎてしまうと拳から相手までの距離が遠くなってしまうので、当然ですけども相手にバレやすくなってバッと受けられてしまいます。なるべくコンパクトに拳は突き出すようにしていきましょう。後ろにグーッと振りかぶった方が強く打てそうなイメージはありますけども、実際は体の回旋動作によって拳の威力が生まれていくので、あまり後ろに手を引くというのはそこまで威力には関係しません。それよりかはいかに相手に当てるのかが大事なので、正しい体の使い方でコンパクトに打ち込んであげる、
こちらの方がより実用的な下突きだと言えます。3つ目の気をつけるべき点は相手に対しての腕の角度です。物理において当然のことなんですけども、衝撃は物に対して垂直に当たった方がより威力は伝わりますよね。相手の体があるのに対して下突きの角度がこのような角度で当たってしまうと垂直には当たらないので、あまり強いインパクトが生まれません。なので打ち抜いた時は相手の体に対して垂直に自分の前腕部が突き刺さるような角度をうまくコントロールしてあげてください。以上が後ろの手での下突きの打ち方でした。次に前の手で打つ下突きの打ち方について説明をしていきます。前の手後ろの手という話は置いといて、ボクシングの試合やキックボクシングの試合、もしくは極真空手の試合においても、左のボディ下突きでの KO 率というのは右に比べて格段に多いです。それはなぜかというと、人間の体の右サイドには肝臓レバーがついているからなんです。なので自分自身の体で左の脇腹と右の脇腹を叩いてみると、右の方がなんだかズシンとくる感覚があると思います。ここが肝臓レバーです。右手で相手の左の脇腹を打つよりも、左手で相手の右の脇腹を打ってあげた方がより相手にダメージを与えられます。多くの方が左足前のオーソドックススタンスで構えていくので、左のボディは前の手から打っていかなければいけません。なので前の手での打ち方をしっかりと学んでいくことが、下突きで相手にダメージを与えることにつながってきます。もちろん逆構えサウスポーで構える人にとっては、今僕が説明していることは左右逆になってくるので、皆さん自身でそれを応用してみてください。では実際にどのように前の手で下突きを打っていくのかということを説明していきます。構えを作っていただいたら、このままだと当然ですけども下突きは強く打てません。下突きは体のためが必要だからです。オーソドックスな形では構えを作ったら一度体を逆サイドに切り、そしてそのためを解放しながら下突きボディを突き刺すように打っていきます。構えた位置から一度体を左サイドに切り、下突きを打ち込む、これが簡単な流れです。このためを作る動作をどのように作っていくのかというのが最初の課題になります。一番簡単なのは、戦っている間に自分の体をスッと切りながらボディを打っていく、これが一番シンプルなやり方です。あとは動きの中に、フットワークのこの動きの中に体を切る動きを入れながらボディを打っていく、このやり方もいいでしょう。もしくは逆サイドの右のパンチを何かしら打ち、体を切り、そこから下突きに転じる、このやり方でも結構です。いずれにしろ前の手でボディを打つときは、体を一度切ってから下突きを打ち込む、この手順が必ず必要になってきます。今説明した何かしらの方法で前の手で打つときに体をため作ったら、そこから前の手の角度を調節していきます。このまま下突きを打つことはできないので、一度手を下に下げる必要があります。体を切った時に手をスーッと下に下げ、その時に大事なのは、先ほど右のボディでも言いました、相手の体に対して手が垂直に突き刺さる、この角度を作っていかなければいけません。手を落とし込んだ時に肘が曲がりすぎてしまうと、ここから相手のお腹に対して直線的に打ち抜けないので、スッと手を下ろした時にはこの前腕部の角度は相手に対して垂直になるようにしていきます。それを体の回転とともに一気に解放させ、ボディに直線的に突き刺していきます。体のためを作ると同時に手を下に下げ、相手の方に角度を作り、そこから体の回転とともに直線的にボディに突き刺していきます。この時にさっき右の下突きの時に説明しましたけども、二挙動にならないということがありました。
はじめは手の角度を作るために1、2で練習していただいても構いませんけども、慣れてきたらここは一筆書きです。スムースに手を落としながら打ち込み、スムースに手を落とし込み、ここで相手に対して角度を作り下突きを打ち込んでいきます。手の角度を一筆書きでスムースに落としていく、これは反復動作によって身につけられると思うので、基本動作の反復シャドウなどで体にしっかりと下突きのフォームを身につけさせてください。ちなみに空手の下突きを打つ場合には素手で打つことが前提になっているので、相手に対して拳を突き刺すように打っていきます。ボクシングやキックボクシングのようにグローブをつけた状態だと、グローブの重みや形状によって多少アバウトに手を引っ掛けるように打ってもかなりダメージを与えられるので、若干引っ掛けるようにして打っていくような打ち方をするんですけども、素手で打つ場合には正拳の位置が突き刺さらないといけないので、あんまり引っ掛けるように打つのではなく直線的に打つように心がけてください。ここが多くの方が失敗してしまうところなんですけども、体の回転の動きに手をあまり合わせすぎてしまうと、相手は前にいるのに手の位置が突き刺さらない横方向にずれてしまう、これがよくある失敗パターンだと言えます。体の回転とともに手は相手に向かって直線的に出るように心がけていきましょう。体の回転に合わせすぎて横方向に手が出ないように前に突き刺すように打ってあげます。その時には反対側、前の手で打つ逆サイドはしっかりと内側に締めておきます。この後ろの足が外に広がってしまったり、逆サイドのガードが空きすぎてしまったりすることのないように、回転と反対側はしっかりとグッと締め付け、壁を作り、その壁に回転をぶつけながら打ち込んでいきます。三鎮立ちで基本稽古を行うときに、体の回転とともに足が外に広がってしまうということはないですよね。内側に締めて体の回転をバンと逆サイドの壁でしっかりと支えなければいけない、逆サイドの壁でしっかりと支えなければいけない。この体の使い方は組手立ちで行うときも同様です。外に広がるのではなくしっかりと内に締めながら、逆サイドは壁をしっかりと作ってあげ、回転の力を相手に伝えてあげてください。フォームがしっかりと固まったらあとは打ち込みです。何度も何度も動作を反復することによって無駄な動き、二強度の動作だったりバックスイングすることがないようにしていきます。そして正しい形で打てればあとは体の瞬発力、体を切る力、体を横に切る力をしっかりと身につけ、強い下突き、速い下突きを打てるよう頑張って練習してみてください。動画をご覧いただきありがとうございました。今日の動画を参考にして稽古していただき、皆さんの下突きが少しでも強くなるお手伝いができたら幸いです。今日の動画が役に立ったと思ったらぜひグッドボタンをお願いいたします。そして週1回の更新をしていますので、お見逃しがないようチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。おっす。